闇の帝王は私に声を与えた。カムイが、そうしてバサラを捨てカムイに傾いたのか。いや、私は私の目的のためだ。目的？私はある結論に至った。バサラが太陽だとすれば、対するカムイは月だ。人々にとってそのどちらかではなく、どちらも必要なのだ。まばゆい光の力だけでも、暗い闇の力だけでもいけない。そして歴史書には、新たなる時代に正しき導き手は必ず現れると綴られていた。それはバサラではない、だがカムイでもない。この世には調和がいる。私はその天秤になる。天秤？バランスを保つにはまだこの世にカムイは必要だ。叡山はそのための尊い犠牲となった。苦しい選択だった。避けるな。自分が何をしたのか分かっているのか。何が苦しい選択だ。綺麗事だけでは世界は救えない。いくら綺麗事を並べようと、その裏では絶えず血が流れている。信念を貫くには犠牲が必要なんだ。そこだったぞ、アシロ。お前は一体和尚から何を学んだんだ。いや、お願い、国を、民を思う愛はどこに行ったんだ。残念だが、愛と平和は共存できない。愛があるから憎しみが生まれ、人は奪い合う。愛と平和とは空虚な理想論だ。愛か平和の二択しかない。そして私は平和の道を選んだ。そのためにバサラ軍にも刃を向けた。白、危険軍が奇襲してきた際、南にお前の朱雀が上がるのを確認した。私はそこに向かい、混乱に乗じてお前の隊員も多く切らせてもらった。これも調和のため、仕方のないことだった。お前は今どういう気持ちで話しているんだ。命を懸けて戦う隊員一人一人にも、いつはや叡山和尚にも、帰りを待つ仲間や家族がいるんだぞ。なぜお前たちが悪として敵対する者に。それは除外される。バサラ軍にもカムイ軍にも、家族や仲間を思い戦う者がいる。お前たちが奪った者にはなぜ目をつぶるのだ。白、何をもってバサラは正義、カムイは悪と言い切れるだろうか。超人術から生まれた彼らは悲しき時代の代弁者だ。大いなる力には災いがつく。だから調和のため必要なんだ。この世界の均衡を保つ存在が。わからない。じゃあなぜお前は瀕死の葉月隊長を救ったりしたんだ。彼女はこの時代に十分すぎるほどの報いを受けた。だから次なる時代のために生かした。何が何だかさっぱりだ。お前は味方なのか敵なのか。いいか、白衣、この世に善も悪もない。一つの世界に複数の思想、信念、主義主張が混在するだけだ。私もお前もカムイもバサラも正しく、相応に正しくない。それが真の世界の在り方だ。それでもまだお前たちは自分たちが正義と語るか。白衣、お前の立ち位置は他の全てを打ち消してでも正しいと言い切れるか。私は一体。折れちゃダメだよ、隊長さん。僕に希望を与えといて勝手に絶望するなよ。こんな時代なんだ。何が正しいかを他人に預けたらダメだ。僕みたいになるよ。レムロ、先ほどはありがとう、ネムロ。君の言葉で火がついた。
僕も戦うよ。それが今の僕にできる精一杯の正義だ。精一杯の正義、何が正しいか正しくないかなんてわからない。でも自分の信念を曲げてまで生きてはいけないことくらいわかる。この戦いの先にきっと答えはある。勝負だ、友人アシュラ。竜の血は